朝日新聞の読者の皆さん、私たち桃色クローバー族の10周年記念展、活字ではなくぜひ生で遊びに来ていただけたらいいなと思います。お待ちしてます。桃色クローバー Z 桃田かな子さんです。どうぞ。お子様連れの方は手をつなぎ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか自分であんまり10年何が変わったってそんなわかんないんですけど、いやこうやって写真とかで見ると、ああ少し変わったんだなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとハッピーハロウィンっていうメッセージまでいただきまして、はい、ありがとうございます。今まで私たちが歩いてきた道とかやってきたものとかから新しく今の私たちまで、たくさん詰まっています。私たちのことを知ってるよっていう方も、そんなに知らないよっていう方も、ここでより知っていただけるようなものになっていると思うので、ぜひ足を運んでみてください。お待ちしてます。